おはようございます。本日は2024年の9月の8日です。はい、久しぶりに23市町完全御礼ツアー、この度は6カ所目の、世羅町に行ってまいります。世羅もすぐ近くなんですけどね。今日は9月の8日は日曜日ということで、日曜日がお休みのこの方と一緒です。どうぞ。はい、お願いします。ニャッキでーす。どうも、ニャッキさんでーす。ちょっと髪切りました。はい。じゃあ今からすごくいい天気なんで、まあ9月には入ったんですが、日中が34度になるということで、皆さん、灼熱の中、張り切って参ろうと思います。それでは。道の駅世羅に着きました。今日のカメラマンのニャッキ君です。改めまして、いい T シャツ、 I'm good、 いいタオル、鈴木亮バンド完璧。いい天気。お店の中もめちゃめちゃ繁盛してました。さすがにお店の中はお客さんがいらっしゃるんで映しませんけども、どっちをステージにするかね。モニュメント広場です。あれがモニュメントです。お世話になります。いや、お世話になります。そんなや、よろしくお願いします。毎度の救世主パパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。急遽、いいすいません、お忙しいところ。いい、何をしません。本当にもう、ね、パパさんからリーダーまで A から Z までのような A から Z までありがとうございます。無事終わりました。ありがとうございます。今日もほとんど動画が撮れませんでした。いいライブだった。
世羅町、今日ね、人石の方から来ていただいた方もいらっしゃいます。はい、福山から来ていただいた方もいらっしゃいます。あとは大阪から来ていただいた方もいらっしゃいますし、あとはなんかないかな、ちょっと分かりません、ごめんなさい。はい、じゃあちょっとこの世羅町を塗りたくっていただきたいんですが、いらっしゃらないですよね。栗田さんはいらっしゃらないですよ、さすがにね、ここにはね、いらっしゃらないですね。じゃあなんかデジャブのように感じますけども、まずはじゃあ久井さん塗っていただきましょうかね。久井さんに大きな拍手をお送りください。じゃあもう久井さんと北尾さん、すいません、ね、僕の汗をしっかり拭いていただいている真っ最中で申し訳ないですけど、はい、こちらをちょっと塗りたくっていただきまして、あ、音楽が止まってしまった。はい、ちょっと誰か動画撮っといてくださいね。で、僕に送ってください、何かしらの手段で。ちょっとずつもうね、しっかり塗って、もうあの熱いんで熱いんで、はい、しっかり塗っていただいてありがとうございます。久井さんは庄原市も塗っていただきました。はい、府中市も塗っていただきました。もう全て塗っていただくんじゃないかと思うぐらい、はい、久井さん綺麗にハートマークを、縦のハートマークを塗っていただきました。ありがとうございます。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。はい、続きまして北尾さん、もうがっつり塗ってください。しっかりと、もうね、あの皆さん結構ね、暑い中お前ら早く塗れっていう感じになってると思いますので、しっかりこれ塗りたくさないと、ちょっと残しとっていただければ非常に幸いです。はい、あ、いいですね、いいですね、いいですね。やっぱりあのバイクで来られる方もいらっしゃいますからね、僕のバイクのこのエンジン音大好きなんですよね。エンジン音じゃないな、プリ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 出しながらね。はい、ありがとうございます。北尾さんに大きな拍手を送りください。じゃあそしてこの残ったところ、これはもう世羅町が生んだ歌姫マイクちゃん、あなたが塗らないとここダメですわ。マイクちゃんです、大きな拍手を。はい、もうここ全部塗って、うん、はい、塗ってください、塗ってください、はい、塗ってくださいね。上手よね、世羅町。こうやってね見るとやっぱ広島三好市クソでかいよな、ほんまにね。まあ合併したっていうのもあるんですけどね、まあ今日は世羅ですから。ちなみに道の駅世羅はどの辺なんだろう、世羅のどの辺かね、わからないそうです。はい、地理が弱いそうです。はい、豚姫は世羅のすべてを愛されてますからね、ここがどこなのかは知らなくてもいい。はい、ということでマイクちゃんにマイクちゃんの大きな拍手をありがとうございます。はい、おかげさまで無事塗れました。はい、今2人に持っていただいてますけど、これ以上のことは何もございません。ただですね、皆さん本当に今日炎天下の中ご来場いただいて感謝感謝でございますし、マイクちゃんとそして久井さんのグッズ販売もしてます。それより何より、まあ一番大事なのが、今日僕も含めですけども、出演者そして音響さん、もうほぼボランティアみたいなところがありますので、何を何していただければ非常に気持ちよく終われますので、そこまでが本日のライブということで、締めさせていただこうと思います。 BGM がかかっておりませんが、脳内で何かを流してくださいということで、本日は今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、解散。さあ、ということで皆さん、こんなすごく汗かいてるんですけど、無事終わりました。道の駅世羅さん、本当にお世話になりまして、最後にですね、皆さん、ぜひこの道の駅世羅に来ていただきたいので、道の駅世羅のこの方に登場して喋っていただこうと思います。栗田さんです、ありがとうございました。本日はありがとうございました。盛り上げてくださってありがとうございました。ありがとうございました。栗田さん、何か道の駅世羅さん、ただでさえ人気のスポットなんですけど、皆さんにぜひ一言添えていただければ非常に嬉しいです。はい、そうですね、今で言うと、まあ、梨、ぶどうとかのフルーツであったりとか、はい、まあ、新米も出てますし、はい、美味しいものたくさんありますので、はい、ぜひお越しいただければ。で、はい、世羅町も花であったり、まあ、フルーツ狩りもできますし、楽しいところたくさんありますので、ぜひ世羅町に、お越しいただいて、はい、楽しんで帰ってもらえたらと思います。はい、お願いします。もう完璧です、ありがとうございました。じゃあ皆さん、世羅町にお越しください。ありがとうございます。暑い。さあ、ということでご覧いただきました、広島県内23市町完全御礼ツアー Live is Beautiful in 世羅町ということで、いや、灼熱でしたわ本当に。この度もね、下岡パパ、そして途中から下岡優也君に手伝っていただきました。音響本当にありがとうございました。
そして出演者で言いますと、まず世羅町の歌姫まゆきちゃん、さらには大阪から久江さん、北尾さん、もうね久江さんのファンの皆さん、そしてあのまゆきちゃんのファンファミリーの皆さんもねたくさんご来場いただきまして、まあ、もちろん僕のね応援してくださっている方も多数ご来場いただき本当にありがとうございました。なかなかねあの道の駅セラでこう歌うっていうのはやっぱり、まあ、どこもそうなんですけどすごく新鮮で楽しかったです。おかげさまでバリエ一日となりました。はい、その他まだまだね、ツアーは続くので引き続き皆さん詳細を見ていただきまして、来れる会場ぜひ来てください。よろしくお願いします。ということでまた次の街でお会いしましょう。